シリーン地図 Google ググマップ川南工業荒野義島。1954年に破産宣告したが、1958年に強制和議の認可を受けて企業再開し、1962年に昭和重工に称号変更の後、1971年に破産した。本拠とした荒野義島造船所は特務官、巡視船、宗谷建造の造船所として知られる。 跡地は三菱重工業長崎造船所高野木工場となっている。長崎港入り口にある高野木島には1900年に松尾造船所が設立されたが1925年から閉鎖されていた。青函工場で財を成した川南と与作は1936年に周囲の土地ごと造船所を買収、川南工業を設立し造船業に参入した。 太平洋戦争が始まりしばらくすると輸送船の被害が急増した。大量の船舶喪失を補うため、緊急に船舶の増産に迫られたが、当時船舶の大量生産については、一般的に不可能と思われていた。この時、川南工業は、ベルトコンベア式の建造で2日に1隻の割合で、船舶を建造する案を提出した。これは、 生還作業から思いついたと言われているが、体は素人案に近く実現の可能性は低かった。しかしながらその後に日本海軍が大量建造に向いた船舶の設計を行ったことや溶接によるブロック工法などによって実現し、船舶の大量生産への道を開いた。造船所の特徴として全て間ドックでの建造が挙げられる。 主力工場の荒野義島造船所では1万10両トンのドック3機、10万10両トンのドック1機を有し、太平洋戦争時には戦時標準船を大量建造した。1943年5月には資本金を5000万円に増資した。再生時の従業員は荒野義島造船所で約1万5000人に達し、その当時民間大手だった。 三菱重工業長崎造船所に匹敵する建造量を記録した。戦後もしばらく戦時標準船を新造していたが、感染の設計能力に乏しく休眠状態になる。1950年に破産の申し立て、1954年に破産宣告を受けたが、1958年強制和議の認可を受け、企業活動を再開した。 高崎達之助によって示された再建案に従って、1959年に川南と与作が代表取締役を辞任し、新代表が就任したが、1961年に川南方策や会社幹部がクーデター未遂事件、三務事件に関係していることが発覚し、営業活動に支障を生じたこともあり、翌年、昭和重工株式会社に社名変更し、 塩原時三郎が代表取締役に就任した。同社の中核である焼島の工場財団の購買を回避することができず、1967年に三菱重工業株式会社に協力。1968年に新代表として篠田。英語が就任したが1971年に3。無事件で篠田も収監され、辞任。同年9月13日。 1958年の強制和議が取り消され、破産した。荒野義党造船所1900年、荒野義党に松尾造船所、設営、1925年閉鎖。1936年9月に川南と予作が買収、資本金500万円で創業する。翌年4月に荒野義党造船所と解消。戦時中は、 A 型戦時標準線を大量建造した。川南工業倒産後の1967年に、跡地を三菱重工業が取得。現在は、長崎造船所高野木工場。深堀造船所1943年1月に、高野木島の対岸の深堀村に新設。戦時中は、E 型戦時標準線を大量建造した。川南工業破産宣告後には、 太陽造船が設立された。同社は、三菱三社が河川する長崎で三菱を除く、唯一の300人以上規模の大企業で、木造船の外に、鋼鉄船の建造も行った。1965年より、林建造船長崎造船所、その後林県選挙、町営造船を経て、現在は、福岡造船長崎工場。 浦崎造船所あと浦崎造船所佐賀県浦崎に、あった閉鎖されたガラス工場を1940年1月に、川南工業が取得。1943年軍事工場指定。二頭輸送艦、人間魚雷、海流、海底などを大量建造。戦後は、浦崎造船所から、伊万里湾重工業となるも、1955年閉鎖。 そのまま50年以上にわたり放置され、廃墟となって残っていたが、2012年に解体撤去された。跡地は公園として整備する予定であるが、まるで進んでおらず、現在同市によって、川南造船 VR 案、資料館設置案が提出されている。浦野崎造船所とも川南造船所とも呼ばれる。高野島造船所川内分工場百四十三年十月に、 鹿児島県川内市に開設、船舶機関の製造。深堀造船所徳島分工場1944年1月に、徳島県徳島市に開設、船舶機関の製造。川南工業裏の先造船所は、廃墟保存運動から解体後にかけてそれぞれ、跡地担当者が存在しており、一家のようになっている。2011年から2012年全国川南。 同盟2017年から2020年、K-Wave 2020年、山城町まちづくり委員会となっている。ありがとうございます。